稲付川は、東京都北区を流れる河川。稲付用水、中溶水、北高地川とも呼ばれた。石神川の分水として、根村から分かれていた根村用水の別称。現在は排水路に役割を変え、ほとんどの区間が暗渠となっている。徳川家綱の時代に改作された用水と言われるが、資料に乏しい。1967年に開始された工事により、 現在ではほぼ全域が暗許化されているが、最下流部の国道122号の北町橋を越えた部分から隅田川までの約150メートルが海峡になっている。ただし隅田川の堤防に切れ目がなく、また目だったポンプなどの設備もないことから、現在は直接の接続はなされていないものとみられる。海峡部の流れがほとんどなく水たまりのようになっており、 しばし溜まった水が暗挙部へと逆流しているのが見られる。西中橋や土石寺側からの分岐は、関七通りと東部東上線の交点近くの、高屋敷橋付近。佐藤新寺境内には、中央水にかかっていたかつての石橋が残っている、作り。ここから、北東側にしばらくは、石寺側に沿って東へ流れ、稲荷台へ入る。北東に向きを変えて、 関七島リバーが走り橋の下を通って、北区立梅木小学校の南側で東に大きく、曲線を描き、西が丘、赤羽西と、上十条、十条中原との境界線の四つ辻へ出る。この四つ辻付近にはかつて水車小屋があり、大正期には、ゆうこい園という川尾料亭があった。四つ辻から十条中原へ上がる坂道はこれにちなんで、ゆうこい園の坂と呼ばれた。 四つ辻から旧北区立清水小学校の北側を経由し、旧岩月街道を現在は消滅した高橋でくぐる。この先の神谷付近一帯は、かつて大正6年に医者で実業家の岸和田が建てた赤羽航空機製作所併設の赤羽飛行場があったが、大正10年に倒産、その後地は区画整理が進み、東京都の都営住宅や学校、 公園などが置かれて、現在は、稼働がはっきりしない。ちなみに、高橋付近から北東に向けて、こう描く道は、下にあった赤羽火力発電所へ、東北本線から燃料用の石炭を運び入れる、ための引き込み線の配線跡である。下流の上十条、稲付、赤羽、岩淵元塾、下、神谷といった村落は、明治頃までの農業水や生活水は、 すべて中央水から得ており、開設当初から上流の村々との離水をめぐる対立が絶えなかった。明治5年には上流の村民が地球寺に竹槍を持って立てこもりバーが橋で下流の村々と対峙した。また明治9年には取水石回収をめぐって上流六カ村と下流二十二カ村が対立する大騒動となった。いずれも東京府が仲裁している。 北区立が宮中学校の南へ達した後、住宅地、工場の裏手を縫うように通り、北町橋赤羽から開居となって隅田川に合流していた。北区では一部の河川跡を遊歩道として整備している。福音はおよそ4メートル程度で、自動車の通行は困難である。歩行者や自転車通行者には安全な道であるが、夜間の街灯は少ない。それ以外では、 生活道路として使用している部分もある。こちらは自動車が通るので散策の際には注意されたい。ただし、バーが橋から上流方向へ約10メートルの部分と北町橋より先の隅田川までの区間は歩行者を含め立ち入ることはできない。ありがとうございます。